西条まつりが昨日開幕し、市内堤髄の賀茂神社では今朝宮出しが行われ、五代の太鼓台が勇壮な差し上げを披露しました。今朝7時半ごろ、地域の太鼓台五代が神社に集まり、神様を乗せた神輿、神輿の宮出しが行われました。堤髄地区の太鼓台の掛け手は80人ほどで、式や太鼓は子どもが担当して運行します。神社から神輿が出てくると掛け比べがスタート。太鼓台は息の合った大技大振りも披露し、氏子や見物客からは拍手が送られていました。最高です。子供から大人までみんな楽しめるんで、こんな機会は祭りじゃないとないんで、事故のない安全な祭りになるといいと思います。今月17日まで西条市内は祭り一色に染まります。